いや、一通り遊んだけど、ファイズドライバーネクスト、最高だわって違う、違う違うここ,ここ、こここれさ、僕、開封時に、あれ、ダイキャストじゃないじゃんって一言言って、一応スルーしたんだけど、僕のさ、記憶違いかと思って、ここの軸部分が確か、商品説明の時に、軸が細いからダイキャストを使用しました、みたいなことが、書いてあったのを、多分動画でも紹介したんだけど、あれ、プラじゃんみたいな。これどう見ても、合金じゃないのよ。 ここ軽くって普通のプラスチックなんですよ。なんだけど、いろんなギミックがすごいから、もうそっちの方に気を取られてて、まあええかぐらいの感じだったんだけど、でもやっぱり遊んでて、いや、ここ合金じゃないとちょっと触り心地軽いし、軸を前にして、こう倒して変身ってやるから、ここ合金じゃないと、ちょっと見栄えがな、あれみたいな、見間違いだったっけと思って、今ね、ブログ見返したのよダイキャストってか まここがちょっとみんな見てくれあかんあかんこれもう5万円だよそういう仕様のサイレント変更とかダメ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 ちょっと僕ねこれは かなり青ざめた。4月12日に更新されている CSM5 ド,ドライバーネックストの各アプリご紹介っていうので、アプリ以外の仕様の解説もあるんだけど、ここ、ナックルモード。ナックルモードはスマホがカメラ機能を内蔵していることから、ファイズショットの機能をフォンに集約するために実装されました。変身後で実行した時にエクシードチャージが可能となります。ってこれ良かったね。で、こっから、このナックル部分、シルバーなところ、ナックル部分のシルバーなところって言ったら、ここでしょ ここ以外ないよね。ここの、このナックル V のシルバーなところはダイキャスト製になっています。ほら、デザイン再現をする上で軸がかなり細くなっているため、ダイキャストを使用しました。大事なことだから2回言いましたみたいな。ダイキャストになってますって2回言ってるんですよ。画面をタップすることで振りかぶって殴る音が発動します。デラックスクローズマグマナックルのような遊び方になります。でもまさにデラックスクローズマグマみたいな感じだよね。ナックル音が鳴る説明通りの 遊び方ができるんだけど、ここの中の軸とかじゃなくて、軸って言ったらもうこれだもんね。シルバーなところはダイキャスト製になっていますってやっぱ書いてあるもん。 軸がかなり細くなっているため、要はこの辺のことか。ダイキャストを使用しました。まあ、プラでも、正直これ使用としては問題ないんだけど、5万円でダイキャスト使用でって言って納得してポチってるわけだから、ここが急にプラになると、いや、全然価格の面で意味合いが変わってくるんだけど、使用変更されてないって。 と思ってツイートしたらなんかね、その下もまた説明と違うんですよっていう風にコメントもらい、要は僕と一緒で一通り遊んでから、あれこれダイキャストじゃないよねっていう風に気づいた人が、 何人かいるみたい。で、僕の友達もこれ買ってるから、聞いたけど、やっぱね、いや、これどう見てもプロだよねって言ってたから、やっぱね、プラスチックなんすよ。ここ、ここ、バックルについて、左右に伸びるライン上に約40個ほどの LED が実装されており、伸びるように発光します。力士同様に変身待機中には小さな粒の赤発光これも最高だったね。ベルトを一周するように、ずっと動き続きます。 変身時には内側から外に向けて LED が何度も広がっていく演出が行われます。アークロータリングのような左右の腰まで固定化された大型バックルとなっていますが、これはもう僕の超好みのやつね。フォンを入れるソケット部分は大キャスト製になっておる。おーいここやろここのことだろここプラなんだがどう見ても。 いや、ここは合金絶対使われてない。こっちも絶対使われてないんだけど、ここよ、本来だったら、ここと、わかりづらい。ここ、ここ、ここ、ちょっと光、光当てようか。ここ、ここ、ここ。このパーツと、ここのパーツは合金合金がガッチャンコすることで重量感を感じるような、まあでも、なんかあの、ロックの気持ちよさすごいんだけど、 ちょっと違ったら商品がいいから、つい怒りの勢いが落ちてしまう。そう、本来やったらここは合金。ここ合金って、だいぶ重い気がするけど、ここ合金のところは僕読んでなかった、多分。発売前にね。ただ、説明だと、ここ合金。で、この軸も合金。合金合金で変身みたいな、強度的に、フォンを入れるソケット部分はダイキャスト製になっており、重量感のあるベルトになってます。重量感のあるベルトに、 なってないからこれあの、あの、僕レビュー時にさ、ま、まあまあ軽いっすよ、みたいな。強度的に、こっちが合金だったら、こっちも絶対合金じゃなきゃいけないけど、なんかこっちがプラで良くなったから、こっちもプラにしちゃえ、みたいな、そういうことでもその場合ってさ、5万円の価格と、話が違ってきますよね。マジで、なんでそうやって毎度、突っ込みどころを残すのいや、僕も、レビューさせてもらってる側なんで、突っ込みたくないんだけど、とはいえ、いや、これ、 二箇所も違うじゃんみたいな。ここもここも。ダイキャスト製になっており重量感のベルトになってます。ダイキャストなので、穴の多いデザイン採用のため、強度確保が目的です。穴の多いデザインですよ。これここも穴、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 穴穴ほら、全部穴。強度のために、ここを合金にしますよ、と。でも、見てのところしなるから、これプラです。マジでこれやばい やばいよね。でもね、まあこっちはまあいいけど、まあこっちはまあいいけどっていうか多分こっちが合金だったらこっちも絶対合金にしなきゃいけない仕様になると思うんだけど、え、なんでこれだったらもうちょっと安くできたよねみたいな。えー、なんかさ、すごいものとしていいから、 ついうっかり見逃してて、レビュー時にね、あれなんか合金じゃないじゃんぐらいのノリだったんだけど、動画終わった後にうわ、合金じゃなかったって言って調べたら、ほらやっぱ、やっぱ合金って書いてあるやんって言って、今この動画に至りますので、まあちょっとこれ公式発表数日待ち、それで発表がなかったら、問い合わせるわ、さすがに、このサイレント修正は、あかんあかん。てかあれか、 素材、使用素材公式予約ページで見ればいいか。ここに、これこれ製品素材。製品素材、ファイズド,ドライバーネックスト、ABS、PC、PVC、ポリエス。やっぱほら、合金使われてないじゃん。ファイズン2 0プラス、ABS、PC、あ ZNDC、あくちょこんまって、これがアエン合金じゃないか。 ちょっと調べたけど、ZNTC 亜鉛合金だ。えでも結局ここの合金は使われてないことはこれで確定したから、こっち、え、もしかして分解したらさ、一応シルバーのここって書いてあるから、ここ本来合金使わなきゃいけないんだけど、ZNTC って書いてあるってことは、もしかしたらこの中の軸が合金とか、いや、そんなことあるでも絶対これプラだから、合金の重みがないのよ、そもそも。一応書いてあんなーいやー とはいえ、説明と違うのはもう確定してるもんね。いや、もしさ、超合金ルービックキューブが合金使われてない状態で到着したら、大事だと思うんですよ。僕の中で、そんな感じ。マジかもうー <laughs> 以上、レオンチャンネルでした。